雅子、純子、桃江コ、のの卒業式出発は、1977年11月26日に、東方系で公開された日本映画。制作、堀企画制作、カラー、シネマスコープ、51分。1973年に結成し、その後も改名を繰り返しながら、芸能界で人気者となった、森雅子、桜田純子。 山口桃江の花の降参トリオだが1977年に3人が高校を卒業しこれを機にトリオは発展的解消を遂げることとなったため1977年3月27日に日本武道館でトリオ最初で最後のジョイントコンサートが盛大に開催された本作はその模様を捉えた記録映画であり トリオとしては1975年公開の花の子ニトリオ初恋時代以来の映画となった。制作にあたっては彼女たちの出身番組スター誕生を放送中にして当日にコンサートの模様を木曜スペシャルで放送した日本テレビ放送網が関わっている。2011年8月31日に公開から34年経って 初めて DVD で商品化された。は、森まさこ、は、桜田純子、は、山口桃江の略。先生天使も夢見る年頃私の青い鳥お母さん、一夏の経験初恋時代プラウドメアリーこの胸の、ときめきを、ラブラストタイム愛想姫、祇園子歌涙の連絡船夏にご用心あなたの、すべて横須賀ストーリー夢先案内人子さめの、下宿屋の人の船行っちゃった。 青春時代明日にかける橋ぼたるの光、瞳の中の訪問者、女優、山口ももえ182ページ2006年。ありがとうございます。